おはようございます。本日ヤマト210日目、10日210日目ついに来ましたよ。また猫だけよ。猫だけね、これから登れますんで。ドキドキしてますよ、ね、今日ですね、ちょっと台風の影響もあって風が強くて登れないかなと。ああもうそう、ま、じゃあマジか。おはようございます。で今日は登れるように祈ってたら、うん、なんと叶えました。見てくださいと、ね、叶えてますよ。願いが通じました。大和史上最高峰の山なんですよみたいだね。僕が登った普賢岳が1360だったんです、はい、それが一番上だったんですけど、うん、超えていきました。1433でしょ、はい、それが俺がいきなり 1000m 超えを行くって、やったことないのね。多分今まで600超えぐらいしかない、600ちょいぐらいじゃないの。多分倍どころかよね。あ、なんか見れる。え、ちょっとすごいな。めっちゃおるよ。めちゃくちゃおるよ。めっちゃおるよ。上もおるよ。うわ、初めてこんなん。猫だけに来たというよりも牧場に来た感じやね。襲われんかな、一斉に。すごいな。猫だけどんな山？のこ城が見えてきたね。山頂。あれに行くやもんね。猫だけ山頂のギザギザが見えてきたよ。歯のところに行きましょうよ、歯のところに。行こう。登山をしましたっていうのを。こんなのあんの。登山届、日時と、まあ、下山予定の時間、はあ、今からの時間と下山の予定の時間。じゃあ俺書こうか、代表者として何かあった時の、それでもしかして何かあった時にこれを見て、うん、じゃあこれ入れましょうか。登山届入れます。よし。あ、書いてる。書いてある。これ猫だけ山頂よく見つけたね。うん、看板が。ここまで。あはっ、めっちゃ滑るよね。ねえ、いや、めっちゃ滑る。あんま登りで滑るってそんなんないもんね。これマジ計算、これ計算怖っ。えぐいぐらい滑るよね。えマジで。あ、やばい、大丈夫、やばい、やばい、やばい。うわぁ、これちょっとラブの中入ってきたね。おぉ、さぁ見えんくなってきたね。これちょっと先すごいよね。紐があるぐらいやから。ちょうどこれもう壁になっとるよ。滑るよ、ここ。滑りそう、本当に。うわ、とんでもないね。来てるね。来てる来てる。落ちたらおしまいよ。これマジで落ちたらもう終わりやな。ね。うん。なかなかつかんな。山頂は。もうちょいでしょ。左。紐が。左危ないよ。左。てちゃん気をつけろよ。あ。うわ。やばい。高っ。怖いよ。すげえ。こんなとこまで来たの。これすっげー臨場感。出た出た。何それ。出た出たって。出た出た。すげえ。千鳥岩の西側の方、はい、岩が露出してるところ、はい、あそこはあの熊本地震で崩れたところ。へえ。ああ、あそこか。本当だ、あそこだったけ。うわ、これちょっとやめびっこやってみようか。やつなんていう、うん、ああヤッホー。勝手にやんの。うるせえな、お前。聞こえてこなかった。一緒にやろうとかじゃなくて。ああ、一緒にやろう。じゃあ、せっかくやったら一緒にやろう。せーの。ヤッホー。いいね。誰か向こうから言ってない？いいね、いるんじゃないの、多分。よいしょ。登んねー。登る登る。よいしょ。
上がるね。もういい、勘弁してください。まだまだ上がるの勘弁して、もっともっとだ。何が？もっと高いところに行こう。行こう行こう。より高い、より高く。よいしょ。おめえ、よいしょ。おお、まさかの、あ、急、あ、君急だね。着いた。急だね君。着いた。着いた。急だね。猫だっけ山頂。すごい。うわ。これは向こう。やばい、外輪山。わ、ザ外輪山って感じだし。いやーでもすごい。高い。大観望が。大観望。1408m。よっしゃ。着いた。これまでの最高、山本の最高が、山本の史上最高峰のここねえ、猫だけ。この飼ってる塊が、祖母さん、傾きさん、あそこが九州自然歩道取ってます。取ってますね。で、君たちが一回南下して、鹿児島があるんですよ、僕らは。佐多岬から U ターンして、あっちを、だから今度夏取ったら向こうから暑さが見えるから、あ、何ヶ月前あそこ通ったね。そうですよね。猫だけいただきました。元気しこれ。まだまだ標高高いな。滑るわ。おー、滑るね。ここ滑るよ。だいぶ滑る。ここ怖い。怖いよ。ロープあっても怖い。うん、ずっと行くからね。離さないわ。わ、うん、ー、これ結構来るね。来るけど。あ、来るから。ちょっと待って。あ、わー、これすごいな。ここはいるわ。ここロープいる、絶対いる。いつもの山やったらもうこの時間もうね、降り終わったもんね。いやー、よういけんなあれは気持ちよく滑るさ。こっちもよういけんな、こっち、あそこまず行って、うん、こっちはよういけんな、掴むとこないからね、うん、右のつるやねえ。あ、でもこっち全然大丈夫や。全然大丈夫な感じしない。やっぱ、あ、いや全然大丈夫なよ。あ、ダメだ、いろんな意味で滑ったね、今。もう動かんくなったでしょ、もう。降りるのやめたよ、もう。いやー、頑張った、頑張った、頑張った。ありがとうございました、猫岳さん。いやー、ありがとうございました。無事、健康に帰りました。いや、ほんと。ありがとうございます。お世話になりました。塩袋、ちょっと行く、もう一回当たってみる。いやー、ちょっとワンチャン狙うか。うん、もしかしたら誰か、ね、いらっしゃるかもしれんから。ただいま。ただいま。ただいま。すいません。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もどっか、お泊まり。お泊まりに行きとこないかなって。そう。まず、ここ、ここのテントあって、ここ使わせてもらって大丈夫ですか？あ、そうだ。え、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。使いました。どうやった、しもも。いや、きつかったっすよ、もう。初 1000m 超え。早すぎるよ。まあ、1ヶ月経ってないのにさ。でもやっぱ景色が最高ですよ。いやいや、よかったよね。よかった。他の山にはちょっと申し訳ないけど、やっぱちょっと格が違かったというか。格が違う、やっぱね。ボスみたいな感じ。本当、熊本のボスみたいな感じだった。うん、これはね、うわー、気持ちいい。もう何牛なんですか？赤牛。赤牛。